ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんこんばんは、ウルトラトワラーズのこまちゃんです。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー、視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトワなりに答えていくだけの番組です。台本は一切ございません。寝る直前、一日の終わりに布団の中でぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで、もう10月も半ばに差し掛かってきました。嘘、11月だ。もう11月になりました。11月初旬ですね、今は。びっくり。あと2ヶ月で今年が終わってしまいます。もうあっという間劇場、本当に。皆様、今年は何が一番思い出に残りましたか？って言ったらね、みんなもうあれしかないですけど。大変ですね。今日は各地で大会があったような、なかったような。大会があるっていいですね。お客さんが入っての大会はやっぱり刺激的なんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ一つ目いきましょう。イニシャル C さん、今ウルトラの2人が一番欲しいものは何ですか？お金で買えるもの、お金で買えないもの、どちらも聞きたいです。そうですね、僕結構物欲は絶えないので、どんだろうな、今日見た、今日ちょっとお出かけしたんですけど、ずっと欲しかった財布をネットで見てたのを実物で見たんですよ、初めて。それやっぱすげえ可愛いなと思って、やっぱ店員さんって在庫がすぐなくなっちゃうんですよとか言うじゃないですか。もう多分決まり文句だけど、うわいいなって思っちゃったけど、別に財布2個も3個もいらないし、まあもう巡り合わせな気がするので、まあいいやと思って、ありがとうございますって言って帰ってきたんですけど、まあすげえ可愛かった財布が一つありました。あとはなんだろうか、家家が欲しいかな。なんかすげえいい家、家が欲しいですね。お金で買えるもの、あとなんだろうな、現実的にランニングシューズが結構もうガタが来ているので、なんか今最近流行ってるナイキのズーム、なんとかフライズームなんちゃらみたいな、すげえ厚底の飛んでいきそうなやつのランニングシューズで、今ランニング頑張りたいなって感じですね。あと何かな、パナソニックのイヤフォンリアルにかな、なんか CM 見ていいなと思って、パナソニックのイヤフォン、Bluetooth のノイズキャンセリングついてるイヤフォン、ちょっと今日見たんですけど、はい、いいなって思いました。といい感じの財布と、あと家とランニングシューズですね。だいぶ使いこなしてるので、ランニングシューズが欲しいなと思います。あと何かな、でも家具とか家電ってちょっと見てたらワクワクするから、ちょっとそういう大きい買い物誰か買ってくれないかな。アレクサが喋ったなんでアレクサが喋ったの今。わかりませんでした。いやいや、こっちがわかんないんだけどねえアレクサ、なんで急に喋ったの？その質問についてはアレクサアプリのヘルプとフィードバックセクションに参照します。わからん、わからんよ、なんつってるかわからんよっていう感じですねえ、あと何かあるかな、
なんか思い出してくださいって言われると忘れちゃうんだよね。あとはね、バンズのスニーカーがもう結構履き潰してるので、同じやつバンズのスニーカーが欲しいかな。あとはでもなんかアパレルグッズだね、洋服とか靴がやっぱり気になっちゃいますね。そんな感じですかね。あとはちょっと思い出したら次また戻ってきますね。次、イニシャル X さん、今までで一番忘れられない大会はいつですか。今までで一番ってことは一つに絞りなさいって鍵括弧で書いてあるから、それはちょっと難しいんですけど、3つあげていいよっていう天の声が聞こえるならば、一つ目はですね、2001年ですねの世界大会、デビューの年の世界大会は忘れられないですね。衝撃的でしたね。ちょっと後ほど後日アップされると思うので YouTube をご覧いただいてほしいんですけれども、ちょっとそこはいろんなドラマがありまして、やっぱ初出場なのでその時にしか味わえない経験がたくさんありましたね。もう5年生で10歳の時に臨んだ大会だったんですけど、とにかく体が本当に小さかったので、ある意味すごく得をしていた部分がありますね。小さいすぎてすごく上手に見えていたような感じだったと思います、周りの人から見ると。もうでも周りのことも世界大会のことも、日本人選手がすごい人がたくさん周りにいて、それだけでこう自分の気持ちが上がる、ウハウハしながら世界大会、夢心地で世界大会の期間を過ごしていたんですけど、準決勝と決勝でいろんなドラマがありまして、YouTube にこう上がってるのは決勝の演技なんですけど、とっても気持ちいい思いをしましたね。今まで味わったことない、バトンの世界ってこんな大会、こんな世界があるんだ、こんなにお客さんが喜んでくれるんだっていうのをすごい肌で感じた世界大会で、あれはもう忘れもしない世界大会の一つです。そしてじゃあ二つ目はですね、これはジュニア最後の年ですね、2006年のイタリアの世界大会の年、高校1年生で臨んだ世界大会も、こう感慨深い、思い出深い世界大会の一つですね。多分ジュニアでは歴代で史上初の10点を出した作品の年だったんですけど、数人のジャッジから10点をいただいて、その評価ももちろんですけど、自分がやりたい演技ができたことがすごく嬉しかったですね。多分なんか僕記憶がすぐ飛んじゃうんですよ。いつ誰と何をしたとか、あの世界大会の時に何があったとか、あの人に会った時にどうだったとか、なんかそういうことをすぐ忘れちゃうんですよ。で、あの人とあの人が被っててっていうこともすごくあって、頭がすごい多分記憶の装置が弱いんですけど、多分その年の世界大会で一回も落としてなかったのかな、本番で。コンパルソリーと、その時は準決勝が多分なかったので予選と決勝だったんですけど、確か全部落とさなかったんですよね。で、決勝で10点をもらったのかなか分かんないけど、なんかすごいコンパルソリーも毎日練習しようって決めて、もう10分15分でもいいから毎日やろうって決めたら、なんかすごく点数がぐっと伸びて、前年に比べると。で、ああ頑張ってよかったなって思ってて、でフリースタイルも、もう今年最後、ジュニア最後だから、もう何が何でもノーミスで自分のいい演技がしたいって、すごい強い思いで
世界大会に臨んだので、それがこう本番の結果で現れたっていうことが一番の喜びだったかなと思います。でプラスアルファ10点も出て、多分出ちゃいけなかったんですよね、きっと。だけど出ちゃったんですよね。でえってなったけど、めちゃくちゃ嬉しかった記憶がありました。あとはまあとにかく飯がうまいっていう、イタリアのホテルの外出てもう1分のお店のレストランのご飯がめちゃくちゃうまかったのを記憶してます。あとなんかその後どっか行ったんだよな、シチリア、シシリ島にも行って、南の方の島ですね、イタリアの。その思い出もすごい素敵な思い出が詰まってたりして、まあその世界大会も忘れられない一つですね、世界大会の一つです。まあ3個目はもちろん2016年ですね、最後の世界大会の年ですね。もうあれはもう言うまでもなく、あれが多分きっと一番なんだと思うんですけど、そうですね、あれもなんか言ったっけな、 YouTube で確か言ってたかな、言ってましたね。それをまあ見ていただきたいんですけど、まあ、大体日本の出発前にこう演技が整って安定してきて、ここまでやったねってこう先生と確認して日本を出発すると、まあその程度、ある程度いい演技がいつも世界大会ではできていたような気がするんですけど、そうじゃない年はやっぱりダメだったねっていう終わり方になっちゃうんですよ。だけどその年はまあここまでよくできたなと思ってて、まあ、これがもしかしたら最後になるかもしれないなとか、もうちょっとうっすら頭の中でよぎりながら出場した大会の一つだったんですけど、一つというかまあ世界大会だったんですけど、まあ日本で準備したし、まあ同じことをやろうと思って、同じ練習時間、同じ練習内容でもうずっと日本選手団の練習時間も過ごしていて、で練習でいつも考えてることを本番のフロアでも考えてやればきっとできると思ってフロアに立ったら、まあ予選もできて、あ明日も寝て起きたら準決勝かってすごい寝るのが嫌だったんですけど、まあ、寝て起きて朝来ちゃったなと思って、同じ朝ごはん食べて、まあ、同じこと考えながらウォームアップして、まあ、フロアもきっと同じこと考えればできるだろうと思ってやってみたら、なんか意外とあできてみたいな。で準決勝が終わった夜も、あ寝たら決勝来ちゃうな、寝て起きたくないなって思って、その繰り返しがあっての決勝であの演技だったので、まあ、自分でもよく頑張ったなっていう感じですかね。うん、作品も音楽もすごく好きだったの で演技の内容も終わってみたらああいう感じだったので、なんかすごくこう充実した、なんか豊かに終わった世界大会だったかなと思います。まあ、世界大会が主にそうなんですけど、まあ、団体も出てますし、まあ、全日本選手権も出てるので、その中から選びなさいって言われても多分この3つですね。まあ、団体もその喜びのなんて種類というか味わい方が多分全然違うので、またちょっと団体も厳選していきたいんですけど、僕が味わってきた、経験してきた大会での一番のいい大会はこの3つかなと思います。っていう感じで今回はこれぐらいにしようかな。この動画が良かった方はいいねを押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではちょっと朝晩寒くなってきたのでね、皆さん暖かくしてお休みください。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。